線量箱大阪の合商高の池家で使われていた物線量箱とは、江戸時代の日本において大量の小判を貯蔵することを目的とした箱。その名の通り線量の貨幣を収納することを目的とした箱で、小判あるいは一分金の包み貝が40個分収納可能であった。1854年頃からは二分金用の線、両箱や大判が、 収納可能なタイプも使用されるようになっている。また、派生として五千両箱や万両箱なども作られ、使用された。溶剤としては、ヒノキやカシの木が用いられ、角を帯法と言われる鉄板などで補強しているものが多く見られる。軟禁状によって施錠することができるタイプも存在した。大きさも様々であるが、線量が収納できる、一般的なタイプの箱の大きさは、 縦 40cm、横 14.5cm、深さ 12.3cm。テレビの時代劇などで、ネズミ小僧のような泥棒が逃亡する際に線、両箱を脇に抱えながら、屋根上を飛び移るシーンがあるが、実際に線両分の小判が入った線両箱の、重さは 20kg 以上になることもあるため、脇に抱えて走ったり飛んだりしながら逃亡するのは、困難である。 なお、東京都墨田区にある江戸東京博物館や大阪市、北区にある造幣博物館には、実物と同じ重さの占領箱を実際に持ち上げることができる体験コーナーがある。現代においても、金の地金や地金型金貨を貯蔵する箱が、占領箱として、貴金属商社などから販売されている。江戸時代の占領箱を模しており、日本円に換算して、 数百万円、数千万円の価値があるものを貯蔵することができる。また、パチンコ店においても遊戯客が獲得したパチンコ玉やコインを収納する目的で作られた線量箱と印刷されている木製の箱がある。中には玉やコインを直接収納するか、玉箱を丸ごと収納する。これは貯蔵を目的としたものではなく、大量の出玉を 来店客にアピールすることを目的としているため、蓋がなく中身が直接見えるようになっている。ありがとうございます。